はい、どうもです。はい、どうも、あきらです。那須大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、引き続き那須さんとのコラボということで、1対1を先ほどちょっとやったんですけど、次は、シュート。うん。ね、ちょっとね、うん、やりたいなというふうに思います。うんうん、あんまり那須さん、シュートのイメージないんですけど、うん、どうですか？あのね、マキヒカとね、はい、あの前やってしまったんですよ。はいはいはい、はい。相生学院で、うん、一緒に体験入りして、はい、その時は、まあ、やや負けたんですけど、やや、はい、負けてあげたんですけど、そうっすよね。そうそうそう。でも俺はちょっとね、まあ、はい、そこそこシュートは自信ある。あ、うん、そうなの。で、アイムは下手くそ。そうなんですよ。そうなんですよ。シュート最後の形まではもうパーフェクト。最後のフィニッシュ。そうなんですよね。だから俺が教えてあげた。これはもう超いい機会になるね。そうだね。動画関係らしい。いや、本当に本当に那須さんと勝負できるし、ね、違いない。今回ちょっとトレーニングも含めてそうです、ね、やっていきたいと思うんで、ちょっとイングランドシュートの方をね、オッケー、本当に一周回ってもう一回イングランドシュートっていうところでやっていきたいと思いますので、今回も那須さんにシュートで、ね、絶対勝ちたいと思うんでやっていきたいと思います。お願いします。じゃあ、那須監督とイングランドシュートやっていきます。せーの、レッツゴー。なんかプロの時とかの、うん、なんかシュートやばかったなみたいなのって言います、ね、印象深い人結構みんなやばいと思う、うん、やっぱ練習では特に、まあ、前田良一とか、おお、へえ、すっごいうまかった。このシュートがね、めちゃめちゃ正確だし、多分普通の人が蹴るインパクトと全然違うから、しかも巻き込んで入るから、はいはい、結構生徒がこう背負ったりとか、こう、そうそこの方が上手いイメージあったんですけど、シュートもやっぱじゃあ正確自由、すごい上手い、両足蹴る、こういうシュート練習だったら両足かなりの確率で決めてた、あとまた佐藤、はいはいはい、佐藤とかも上手いし、まああとそのフォワードの人でやっぱ縦回転かける、まあ、落ちるからキーパーも目測が誤るというか、はいはいはい、はい、ということでね、アップも今終わったので、今日僕イングランドシュート今まで正直誰にもまだ勝ってないリゼムだったりマック君だったりとか、確かに、ね、でちょっと初勝利、ここ監督のね、いけたらもう全部勝ったって言っていいでしょ。そうだね、わかんないけどってことなんですよ、さね、まあ、言っても俺ディフェンダーだからね。うわ、プロのディフェンダーに負けたら、確かにディフェンダーそんなね、シュートうまくないけど、まあまあ、言っても引退してね、はい、企画でやらせてもらってます。そうですね。年末は中村俊輔さんとか。確かに。さんとか。確かに。はい、負けましたけど。やらせてもらってますから、はい、そこそこやれますよ。確かに。はい、いや、ちょっともう、これはね、お互いちょっと負けられないっていうところなんで、うん、しっかりちょっとじゃあ、やっていきたいなと。オッケー。じゃあ、ちょっととりあえず先行ここ、オッケー、行きたいと思います。行きます。最初、ぐっちゃけぽ。俺、先行で。いや。先行でいきます。お願いします。はい。じゃあ、はい。巻き引かとやってた時、高校つって、はい、ちょっとこうチキンだ。じゃあ、OK です、OK です。いや、監督のシュート、ガチシュート見えますからね。Okay. はい、で、本数で言うと、右から5本、左から5本。もうこれだけ。Okay. はい、10本で何本中決められるのかっていうのをやっていきたいと思います。じゃあ、行きましょうか。おっしゃ。ペナのもう中には入っちゃいけないんで、もうペットボトルがペナの。とこなんで、審判いるんで、入ったらもう厳しく言っちゃっていいから。はい、あ、いや、いいタッチ、あ、今出てるよね、よっしゃ、いいタッチ、あ、出てるよね、
無の字ですよね。これはいける。これはいけます。これ監督勝ちますね、これ。俺絶対。うわぁ、優しい。うわぁ、ずれてましたね、はい、絶対勝ちますから見ててください。ということで、勝者、那須さんです。よっしゃー、また負けた。結果で言うと、10分の3と、2。ということでね、那須さんシュート上手かった。いや、上手いわ。なんか、あんまこう、力入れてないけど、こうコースにね、冷静に決めていくっていう、ちょっとね、低い感じ。インパクトの瞬間が違うね。あー、そうだね。コンパクトだよね。うん、そう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 。いやちょっとまだまだ高悩みね。シュート、フープできてないな。まあ、これからですね。そうですね、うん。まあ、言ってるじゃないですか。さっきね、こそっと視聴者の方と、あやめちゃんの方々をね、喋ったんですけど。あ、喋ったんですか。はい。まあ、
俺は勝ちますよ、はい、でもまだね、そうですね、まだまだこれからですから、はい、伸びしろ、そうですね、はい、伸びしろ。いやちょっとね、最初の候補で勝てるかなと思ったんだけどね、ラスさんがちょっと俺も入らなかった全然、はい、使われなくなるかもしれないから、ね、うん、そうだね、これはこんなシュート外してたら、ね、確かに、ね、ちょっとね、これからもシュートはね、うん、引き続き課題なんで練習していきたいなと思います。ナスさん、今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ナスさんとの、イングランドシュート対決、これにて終了になります。はい、で、ナスさんの方のチャンネルでも、僕ら、1対1だったりとか、シュートも対決やってるので、うん、そっちもぜひ、見てみてください。で、アキナリもね、チャンネルを、最近始めたので、アキナリのチャンネルの方もすごい面白いので、ぜひ見てください。お願いします。ということで、今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。